なたを第一部隊の隊長に任命します。俺を隊長に？はい。引き受けよう。贋作には務まらないからね。今回はこの編成で任務に当たっていただきます。じゃあ敵の狙いは？新選組です。かつての主と出会ってしまうかもしれないね。なぜ俺が偽物と組まされなければならないのか。おっ、始めるぜ。戦闘だ。あれ、さて僕も頑張らないとね。これから戦場は京都になるんですよ。僕たち新選組は何も戦いばかりに明け暮れていたわけじゃないんです。京都では楽しいこともたくさんあったんです。それが宴会。よーさて、せいおーカッポーレ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 。お前が一人で戦うことになる。覚悟の上だ。折れちまったらどうすんだよ。僕はそんなに弱くない。なるほど、どこかで見たような立ち筋だ。であれば、ほっ、面白いですね。面倒見のいい兄貴だ。元気な局長さんですね。